ということでやってきました、サスライボーズでございます。今回は女子がね、3人今日ね、出演してくれるということでですね、メルボルンのグレープのファームのことについてですね、質問をしたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでやってきました、よろしくお願いします。わーわー今回ドニーブルックというところでファーム生活をしておりまして、ドニーブルックに着いた時にこの3人と同じ日だったんです、着いた日が。それでそこからもうね、マブダチみたいな感じです。なんなんで、何人をやられてたんですっけ。ブドウ、あ、グレープです。トリミングです。トリミング取りました。トリマーで取りました。トリミングしてる人、トリマー。トリマーね。どうやって仕事見つけたんですか、みんな。私はフェイスブックに上げてる記事を見て、日語プレス。私も日語。みんな来た瞬間にも仕事は見つかった。次の日から仕事。次の日。いかがでしたか、グレープファーム。一言で。最悪です。最悪。おすすめしません。監獄。グレープの生活、朝何時からいるんですか。ピックアップ6時。はい、やめっちゃ早い。6時半から始まるよね、うん、平均9時間10時間、うんうん、どういう感じの仕事をされるんですか。トリミングとは。トリミングとは、うん、広い発泡スチロールの中にグレープが詰まってます。ほうほうほう。1箱のレートが 2.39。 箱自身はこれぐらいの。そう、いいのはテーブルに乗っけて、悪いのはラビッシュ。はいはいはい、そうそう、それは基本ね、シンプルで、ね、で、いいやつをこう集めて、バッカーの人たちがこう袋詰めしていく、うん、この側面にこのついてるシールを取って、はいはい、自分のこのシール一覧表みたいに貼っていく、はいはいはい、それがお金になる。それが、そのシール1枚がお金になる。お金になる。だから1枚なくすと 2.39 が減る。どう、体の疲労度的には。全然疲れない。マジで。え、いやー、立ち仕事だから。立ち仕事だから足がむくむ、むくむくぐらい。今アップルをみんなやってるんですけど、アップルと比べてどっちがきつい。アップル。アップルがきつい。あ、でもただ指はめっちゃきつい。切るんだ。あれね、これです。あの絵ですね。しかも後半になると泥もついてるグレープだから、手もどん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 汚れてって、なんか、うわ、すごい汚いブドウあると思ったら、そうそうそう、あるあるメールが来ました、来ました。取ります。パピヨピヨパおい、わかりなんとなくイメージがつかめたのかと思います。ありがとうございました。今度ね、お買いの話になってきます。よろしくお願いします。はい、皆さんどうでしたか。ミルズラ稼げましたか。稼げません。で、3人いるんですけど、まあ、もちろんやってる歴も違えば、まあ、ネルトも、まあ、そう、それぞれが時間計算した時に、私1時間給料が6ドルの時だった。で、ちなみにボトムの方は1日40ドルとか。いや、ほとんどもうレント払うために働いてたみたいな。ソファーの上で食パンにジャム塗って食べて、これご飯なんですよ。昼食はミゴレンか食パン、夕食はササミとトマトみたいな。だからもう本当にここの生活の差がすごかった。肉食べてるのに私食パンみたいな。たまにはお肉もらうみたいな。皆さんの1週間の最低額、最高額を教えてもらいたいんです。トップで最初の頃の最低額がだいたい318、一番いい時の収入が1311。やば、それたっぷりいくでしょ。違うじゃん。アベレージは一番結局稼げても500いかなかったです。マジで。同じ300いってないもんばっかり。270マジでとか270ばっかり。19から2月の14に一旦前半のグレープが終わりまして、で2週間のウェイティングが入った。2月の25から次新しいグレープが始まります。5月の8まで、だから8まであるってことか。取れんのかな、それセカンド。全部いたら、全部いたら取れる。期間はだから行くとしたら1月のもう中旬ぐらいに行っといた方がいいか。アコモデーションいかがでしたか。住んでる人数は
60人ぐらい。あ、もともと老人ホーム。あ、もともと老人ホーム。綺麗ですね。綺麗です。どうでしょう、住み心地は。住み心地は結構いいと思う。でも部屋によるかも。あ、なるほどね。最大32部屋まであって、牢獄みたいな感じで。やば。あとトイレットペーパーもない。あ、自分で買う。ブランケットもない。ブランケットもない。マジで、うん、私バスタオルで寝た。私もバスタオルで寝てた。うわ。基本何もないで行った方がいい。国籍、国籍豊か。あ、ね、アジア中心。アジア、ね、アジア中心。で、8割日本人で、台湾人が1割、韓国人が1割。みんなでこうやっぱパーティーとかして、うん、夜一緒に食べてとか。夕食とか一緒に。自分らがいたところがもともとレッドクリフっていうところなんだけど、うん、ミルドラとかはちょっと離れてて、休みの日はミルドラ行って買い物したりとか、うん、ランチしたりとか、アイスクリーム食べに行ったりして、うん、唯一おしゃれができる。そう唯一化粧してきた。なるほどね。